東海北陸道の高架下を走る西尾張、中央道西尾張、中央道西尾張中,中央道は、愛知県一宮市北方町からその名の、通り西尾張地方を縦断し、雇い市なべたに至る道路。単に中央道とも呼ばれる。愛知県道14号岐阜稲沢線、愛知県道65号一宮蟹江線、愛知県道66号蟹江飛島線。 愛知県道71号名古屋西高線の各一部により構成される。西尾割地方を南北に縦断する道路は従来、愛知県道一宮に江線、愛知県道一宮津島線の二路線が存在していたが、地域の幹線道路としては貧弱であった。そのため、繊維業が盛んであった一宮市より30県、四日市港まで製品を輸送するための、 都市計画道路構想や既存の県道一宮蟹江線のバイパス建設を求める一宮蟹江線改修規制同盟会がそれぞれ立案されていた。その2計画を統合し、4車線、総延長3 0トルの道路として整備されたのが西尾割中央道である。それぞれの計画を引き継いでいるため、稲沢市を境界に、伊北が各市町の都市計画道路として、 ナ南が愛知県による主要地方道改修工事として整備が行われた。当初計画では総工費が35億円で3分の2が国庫3分の1を県と各市町村で負担することになっていた。北部区間が県道となったのは1977年、1962年着工、百六十五年西尾張中央道が完成。 1971年4月一部区間を除き開通。ありがとうございます。